ましょう。はい、はい、どうも、じゃあ底辺の音が出て帝王でも新帝王です。はい、六名様いらっしゃいませ、こんにちはです。はい、ということでこの時間は平日の昼の部ということで、プレイステーション2版の、天外魔境2万字までの初見攻略プレイ、はい、やってます。はい、題して、天外孤独の底辺がまじまじに遊ぶ配信の、その6ですね。やっていきましょう。はい。ひのこさんもいらっしゃいませ。こんにちはです。はい。ということで、早速やっていきましょうか。うん、前回ね、なんとか、今日の方にね、侵入して、まあ、そこからね、大海の方に進もうって話みたいですが。うん、まあ、昨日で聖剣、昨日じゃないか。この間金曜日で聖剣2本手に入れて、あと5本で、まだちょっとね、先は長いかもしれませんが。北海道も行くの？やっていきましょう。はい。さあ、どうでしょう。舞台どうなんでしょうね。これ日本全国まで行くんですか、ね、その聖剣じゃありませんから。はい。おまんしクラブさんいらっしゃいませ。こんにちは。ということで。昨日やってきたのがここの、何でしたっけ、オーツでしたっけ、ここ。あるんですかね、蝦夷地とか。白山にある汽船はない、大畑の船といって。うん、琵琶湖か。聞いたかなね。一応一通り話は聞いたんでしたっけ、覚えてないけど。まあ、とりあえず進んでいいでしょう。うん、じゃあ、ジュニアコメさんいらっしゃいませ。ズボン脱ぐ。ベランダ芋だらけ。芋だらけでもない。そんなでもそもないですよ。牛乳じゃないです。大身ですよ、これ。金魚わかんない。まだ仲間二人ですからね。うん、今ここ来たばっかりですから。うん、多分あの、ね、湖の真ん中にある、なんか、あそこの町に行きゃいいんですかね。橋渡って。うん、まあ、とりあえずブルブルしてみましょう。はい、あ、琵琶湖か。食べたことないですよ。牛だってろくに食ったことないのに、オミケルとかね、高いんじゃないですか。松坂とか。なんだこれ、知らぬふわすごい。さすがに多分レベル上がってるてか上がりすぎてるからね、あんまりザップも脅威じゃないんでしょうけど。大見連合帝王組、組ちょちょちょ。何が大見連合、何これ、冥府の黒子。帝王さんはヒンズー教徒、ワンピースが海外ドラマ化されるけど見るの。知らない。だってまあね、ワンピースなんかもう漫画も見てないから、ね、今更興味ないですよ、そんな。ドラマ、海外ドラマってどうなんでしょう、ね、手が伸びるんですか、CG かなんかで。何、鎧雲。大体雑魚的はまあそんなでもないでしょうから、まあとりあえずちょっと探索して、うわ何これ本当になんかね、和風の敵だけどちょっとキモいですね。あ、ブラボー、どうなんでしょうね、モンスターね。確かに怖い敵も必要かもでしょうけど。血がいっぱい、わらわら。何が、これ岩ですよね、関係ない。本当ね、サクサクの戦闘はいいですよね。本当はね、昨日やってたね、メタルサーガでね、これくらいサクサクのね、戦闘。できればね、いいと思うんですよね、思ったんですよね。このね、早送り。恵方巻きは何を包むの？多分うち何でしょうね。多分、キュウリとあと、マグロ。ねえねえ、うるさいねえ。うるさいでしょう。ね、それですね。それは確かに、大君様直筆の入山許可書。さあ、お入りくだされ。あ、なんかありましたね。入っちゃっていいの？前に入ろう。何これ、いい？イケボ？イケボなの？どこ、なん、火だね、まあね。酢飯にかけるピンクのやつは好き？イケボですね。ピンクね、イケボですね。帝王様コンヌズは？はい、どうも。
トム・マックス、アイガサマサ、コンヌ・ズワってことでも、イケボってどうやって書くんでしょうね、漢字ね。なんかこの火種はこういうやつって。火種はね、まあわかりますけど、イケボってどういう感じなんでしょうね。ねえねえうるさいねえからのねえうるさいでしょうでうなぎ吹きました、はい、知りませんよ。はい、チンゾーさんいらっしゃいませ、こんにちはですね、うん、そんなに言ってほしいんだったらいくらでも言いますよ。もうねえ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 イケボ言ってくる人昔いましたね。うん、まあ一時的にねいましたがね、うん、はい、31個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。これなんでしょうね。はい、何も、なんかこのゲーム結構ね、宝箱空っぽの頻度高いですよね。これいらねえ。いらねえけどキャンセルできないじゃん、しかも。なんでこんなに空の宝箱。なんなんでしょうね、リアリティを再現したいとかそういうことがあるんですかね。ゲームなんだから、ね、空箱だったら最初からなしでね。罠でも入れとけばいいのに。罠も確かに嫌ですけど、ねえな一族が一緒に寝た罠ありますね。開いたままにならないのも。ねえ、そこも煩わしいし。ねえ、ねえ、宝箱5個あって、空が3つですよ。5分の3が空っぽで、罠が1つでって。何なのこれ、何なの。あんなの罠ですらないねえ。何をしたいんだって。こういうところがね、やっぱりやめとこう。こういうところがあんまりヒットしない。物やら用々の問題かもしれんけど、クソゲーの証ですね、やっぱりね。やっぱ王道っていうのはね、やっぱり人気があるからの王道なんでしょうね。やっぱりこういう木をてらった行為はね、やっぱりね、万人には受け入れられませんよね。13いらっしゃいます、こんにちは。まあそういうことなんでしょう。またまだ。何でしょう、夜の契約てか、なんか無駄に宝箱多いですね。ここにはそれなりのがあったはず。何でしょう、どのくらいあれですか、これは席の孫現在リスですか。リスどうですか、むしろ皆さんこれを何とも思わないんですか。席の孫六でいいのかな、席の孫六武器かな。どのくらいで認定されるかな。何がでしょう。歌舞伎に小晴らし持たせたら。歌舞伎ね、でも歌舞伎もね、そんな言って攻撃力だけだったら海賊の太刀とね変わらんでしょうから、いいでしょう。清涼感、なんかやたらね木枯らしを吸う人もいるんですが、何ベニマルの羽織、これなんでしょう、武具。玉虫、ベニマル1だけ。
雷神拳。ここゲームのパラメータがどんぐらいあれなのかわかんないですが、そんな位置で変わるもんなんですかね。100メガだから、どっちだ、あっち、なんか上にありますね、なんかギミック。なんだこれ、何も関係ない、ただの無事。あれが船？船？これ何でしょう？関係ないのっていうか。降りて、これ船ですよね。これが大型の船だか？大型の船に乗り込んだ、船ゲットってこと。タタ、タタ、でもあんなとこからどうやって船が、あ、水が、和骨でステイオーさん、はい、疲れました。そこに出てる火炎武者みたいに元気に動きたいですわ。ね、でもね、疲れてる時はやっぱ休みに感じますよ。はい、おかあぴさんね、すみません、こんにちは。声無理だったら、じゃあね、ね、音切ってみてください。はい、48組さんね、すみません、こんにちは。別に無理して我慢して聞けとは言わんから。これで船、わぁ、ちょちょちょ、今すごいピューンって。こんなの結構船がね、バコンって壊れるぐらいのあれじゃないですか。大丈夫かな。どこ行こうかな。これなんでしょうね、じゃあ。何、降りられないってこと？ここはダメ？これまた何、攻撃で砲撃？おお、すごい。けど威力は、威力しょうもない。やった。意外と大したことになった。これも何でしょう、砲撃でドッカンって壊すんですかね。初見、和骨です。ニヤニヤ。はい、どうも、チンヌさんでいいのかな。はい、いらっしゃいませ。どうもこんにちは。はい、プレステ2版の天外魔境2やってます、ね。大海の、多分これ琵琶湖でしょ。まあ、ちょっと今船が手に入って、まあいろいろ探索をってとこですが、これなんでしょう。なんか武器ね、おどろおどろしい BGM が。これダンジョンじゃないの？何でしょう。火だ。何？火の一族、私はお前たちを生み出した母なる者の魂。私の血を受け継ぐ、愛しい者たち、今はまだお前たちに語ることは何もない。
7本の暗黒乱を切っての地再びここを訪れるのじゃ。よいな、決して忘れない。忘れるだね、絶対忘れそう。岸田京子の魂か。そうなの。うわぁ、絶対忘れそう。自分の中ではかなり好きなゲームだった。うん、ああ、そうですか。ちょっとね、僕ね、今回初見プレイってことでやらせていただいてますね。ちょっと結構愚痴ってるかもしれませんが、まあよかったらご覧ください。いやーこれ絶対忘れそうですね。7本で。まあ、RPG よくある。ね、あれですが。覚えてられるかな。言っちゃいけないかな。どこでしたっけ、確か、越前の方って言ってましたか。ここじゃないんですね。多分その、暗黒乱があるのは。当時は良かったのよ。いや、切ったら思い出させてやるよ、起きてたら。そう、越前ってことは、多分あそこを通れるようにしなきゃ。越前ね、ここ海でしょ。まあいい、ちょっと。まあ、ここせっかくだから探索しましょう。でもそろそろね、仲間3人目とか加わんないんですかね、どっちかしない。今の時代では要改善だろうけど。いや、これもでもね、結構。食べたい。カニ、カニ食いたいっちゃ食いたいけどね、カニも高いですからね。でもね、結構ね、これ戦闘倒せたの早送り。イスラエル昨日の神様で我慢ですね。はい、50キロも再開しましたよ、ね、ちょっとね、あれですがね、手間暇かけてなんとか倒しました。西に何かあったような。西に何か、まあ、ちょっと後で見ましょうね。一応勝ちましたから、なんとか魔装騎士もね、攻略いけそうですから。あ、もし、ね、あのね、あれだったら、タイムシフト見てください。結構。ね、時間かけてね、攻撃食らってね、気力上げててね、かなりしめんどくさい手間、ね、と、あれ、しましたが。さすがですかね。でもね、あれもね、リスナーさんのね、アドバイスとかあってですかね。なんでいきなりイベントが。マンジマルたちは、白山に封じられていた大タタの船を引っ張り出し、見事琵琶湖を渡りました。そんな見事ってほどのことでもないと思うんですが、なんで褒めてくるんでしょう。スミルの面倒いから帝王から口頭で教えてもらった方が早い。最後のイベント、ね、最後の方見ればすぐですな。琵琶湖の秘密に何でしょう。次の手は打ってございます。ヨミ様もよくご存知のあの娘を呼び寄せてございます。あの娘、来られよハマグリ姫。ハマグリ姫、褒められて嬉しくないの。いや、いやだ、僕だけの手柄じゃないですかね。リスナーさんのね、アドバイスとかあった上でのね、本当にね、リスナー様様です。ハマグリエッチ、エッチ、ハマグリなんかあんまり美味しそう。人一族の力とハマグリ姫の幻、どちらに分があるか、ヨミ様ならお分かりですな。ハマグリ、こうやってね、事前に敵紹介してくれるなんて親切な人らですね。ハマグリ、金沢町かな。スモグリ姫、スモ、東の越中国に根の一族の城が、現れたって聞いたんだがね、噂だから確かめてもらえないんだ。あんな驚くね。一度に何十個ぐらい根の城ができちまったらしいんだ。噂でただの噂だと思うじゃん。それが幻ってこと、で本物を見分けるためのなんか手立てがあるってことでしょうね。これどうやって聞くんだ。これ金沢か、今は都会なのに。金沢ですね。武器。なんか、あれしましょうか。ねえ、これいらないですかね。よく知らんけど、どうせ呪いのアイテムでしょうから、売っちゃいましょう。ここらしとっといた方がいいって人もいるけど。道北はいらん。この羽織もいらんでしょう。
どうか、8400円、これくらい上がるんだったら買ってもいいでしょうね。ハマグリちゃんのエッチシーンはありますか？まあ、ハマグリちゃん、さあ、どうでしょうね。じゃあ、行っちゃいましょう。帝王来ちゃったで遅れた。はい、どうも、81コメさんいらっしゃいませ、こんにちは。まあ一応まだそんなに、まあ船手に入れたぐらいですから。宿は、でもなんか話とか聞けますかね。誰もいない。ばあさん、西の川っぴりに泊めてる船ってあんたのね。小柄し嫌いになった格差でよ。いや、そういうわけ、そういうわけじゃないですけど、あんたの船、さっき5人組の音がゾウゾウ出てきたけど、知り合いさっき何や、何でしたっけ、足元兄弟とかなんとかでしたっけ、いつごろ。お殿様は堀の橋さえあげれば、年の一度か襲ってこれないとお考えになってるようなんだけど、あたしは知ってんのあれじゃダメよ。だって見ちまったんでね、年の連中が空を飛んでるのさ、まあ、飛べるやつは飛べるでしょうけど、この金沢の殿様、富山の殿様の兄貴よ、兄弟で越前越中越後の、越の三国を治めてるってわけさ。僕飛べないです、飛べない豚だから。あっちは不倫絶好の、不倫実行の偉い殿様、こっちは口ばかのダメ殿でよ、とっかえてもらいたいで、まったくこの人ダメで、ダメダメみたいですね。北陸は金沢以外田舎、そう、僕北陸は全く行ったことないですね。ほう、お主火の勇者かい。この国は火の勇者の評判今一つじゃな、というのもな、1000年前の戦争の時、この国出身の火の勇者っていうのが長門をほっぽって逃げ帰ってきた弱虫らしいんで、ながらも1000年前のことでも東京のものとしてはあまり自慢できた話じゃないでな、触れてほしくないよその辺。じゃあ自分からね、触れなきゃいいじゃないですか。何も知らなきゃよかったんだよね、知らなかったんだから。誰も何この家のおばちゃんね、一人息子は永平寺でお坊さんになる修行やってんだって。でも永平寺って福井の方でしょ、暗黒乱が出たからきっととっても心配だと思います。そういえば永平寺もなんとかとか言ってましたね。みんな、あ、越前だから福井の方なの、福井が越前なんですか。はい、ゲオさんいらっしゃいませ、こんにちは、こっちですね。南の福井村に暗黒乱が咲いたのよ。永平寺のお坊さんたちが不眠不休で、祈祷しているらしいんだけど、どうなんだろうね、お坊さんたちは失礼だけど、神仏の力で争いは終わらないわよ。始まることは、珍しかないけどね。ここんちの殿様には泣かされるよ。いくら根の一族が怖いからって、横もなしに橋を上げやがって、町から出してくれ、家に帰りてえよ。どうせ死んだら母ちゃんやガキのそばで死にてえよ。身勝手ですね。ちょっと待ってよ。預かりの茶屋の宿。こんだけ宿が2つあるの、なんであれ今いける。ちょっと待って。これ以上いけないんですよね。通れない。これどうするんですかね。船でまたドッカーンって壊すってこと。まあ、ちょっとこっちだけ見てあれしましょうか。ねえ、何？輪島村に、人魚の見せ物小屋が近々建つそうで、
しかし本物がね、人魚なんだよね。輪島の場所はな、山を挟んでずっと北で、こんな時に場所まで聞いて、あんた見に行くつもりか、スケベに命をかけても誰も褒めてはくれないですね。別に褒められて、スケベって褒められるためのことじゃないと思うんですが、元が輪島なんですか、へぇ。そっち系のね、そっち方面の知り合い全然疎いから、僕はスケベですよ。でも、命かけてまでね、スケベをね、やり抜こうとは思いませんけど。こんなもんかね。あとなんか聞けることあります？アイテムなんかいらん？これがなんかね、この間預けられなかったからなんか使うんでしょうかね。特に、アイテムはいいや。誰かいる？万事丸さん、うちの父ちゃんは、物や金を預かるのが商売だけど、私は万事丸さんの命を預かる。どういうこと？大怪我した時は私のところまで来て、私が何とか看病して万事丸さんの怪我直してみせるから。このゲームの大怪我って要するに戦闘不能ってことですよね。まあ、あまりやられる機会ないからお世話になってないですけど。でもなんでこんな預かり屋にいるんですかね。どうしてだったら宿屋にいてくれた方がありがたいんですが、この町から出たいなら殿様を説得しなきゃ無理よ。堀の橋は荒れちまったからね。なに説得だって言ったら、あんた世間知らずの殿様を騙すから私にだってできるわよ。じゃあやってって。とりあえずこの町はこんなもん。だからここが、どういうこと？堀を荒れてるからいけねえってこと？潜在孤独のキャラ回収ってあるんだよね、はい、やってないよな。何それ、潜在孤独のキャラ回収ってどういうこと？ちょっと待って、あっちどうやって行くんでしょうね。これそういえば渡れる、これ渡れない。隠しキャラみたいなのあるの？わかんないっすよ。あるんですか？パッと見る限りね、4人であれする RPG じゃないですか。結構海ってなんかすごい塩化してる、血の海になってるから。地の海。やですよ、そんな海。入りたくない。これで。なんか気のせいですかね。このエリアになってからなんかすごい海だけじゃない。結構塩化はきつくなってきた。暗黒乱のせいで孤児になったキャラが現れるんだけど、回収したら実家で住まわせることができる。ただそれだけだけどね。どうかな、あんまりも最強度。何でしょう、これ。何も知らんけど適当に行ってみよう。わ、でか。何これ。野獣王、怖っ。怖いけどそんなに強くない。結構敵のね、グラフィックね、頑張ってくれてるんですけどね。まあね、多分ぬるぎれしてるから、あんまり強くないからね。まあ僕的には助かってますが。昔のアイドルの名前のあれか。そうなんですか。うわ、何これ。大ガス。こっちは帝王だぞ。ねえ。威張れないでしょ、帝王じゃん。本頭。
ハマグリちゃんまだかな。さあ、どこで出てくるんでしょうね。もうどうせ顔見たら図工ってなるあれじゃないんですか。暗黒乱の影響で地になった帝王さん、こんにちは。なってないですよ。はい、ザーテトラクさんにします、こんにちは。いや、昔は地だ、でも最近はまあそんなにね、地、うん、あんまりなってないですね。確か歌舞伎が主人公のやつもあったよな。みたいですね、なんか外伝的なやつで、うん、はい、98コミさんにします、こんにちは。そっちはどうなんですかね、他のハードに移植っていうか、うん、ね、痛いしね、血も出るし。うん、そっから、プスプのコレクションに入ってるみたい。ああ、そうなんですか、はい、だそうなんで、もしね、多分ね、今からね、PC エンジンの実機感も高いでしょうから、PSP だったら。あれは光ってるの、あれか。入り口くん。どっちかなぁ。なんかある？これなんでしょう？カラー？全部カラー？混合の巻物なんでしょう？バイキルト的なあれですか？と思ったら防御の方でした。スカラでしたね。ベニマルここに眠る、誰でしたっけ、なんか名前は聞いたような。トリードサブローここに眠る、何、お墓、血の霊薬、何ですか、このお墓が一体何か関係あるんですかね。妙院カラス、これ何でしたっけ、聖剣のあれでしたっけ、確か。でもこれね、聖剣の人たち、ね、確かね、お二人、でもあれで何かするってわけね、聖剣も消えたし、霊薬はいろんな効果がある、回復するのやバステになるのも、飲んで試したらいいよ。回復はいいけど、そんなやバステになるようなもんだったら飲まずにしてた方がいいでしょ、あれきっと。捨てるでしょうね。はい、分身さんいらっしゃいます、こんにちは。昼飯は今日、後で取れる透明のブブだと何度も使える。後で取れる透明けど、ていちゃんなら飲んでくれる。嫌ですよ。
今日は昼飯で豚のひき肉のそぼろ食べました、うん、ちなみに夜は多分恵方巻き、うん、それは孫うことなき今日の事実でしょうから、欲しいもできた？どの部位？さあ、まだ、まだ、どんぐらいでできるのかわかんないですね。はい、107個目さえです。食べたもの覚えてるの？すごいやん。そりゃ超食ったものぐらいさすがに。焼きとんもろこしを縁日で見たことあります。へぇ。焼きとんもろこしもね、美味しいですよ、ね。恵方巻きどっち向いて食べるの？ん？今年はなんかせなし、これなんか赤ってダメじゃなかったっけ？なんか、どっかでなんか赤いやつはなんか罠だからあっち行っちゃダメって言ってね、いややめた方がいいですよね。面白いの来た、うん、何が面白いんですか。そんな僕はね、笑いのためにそんな丸飲みするんだっけね、しなきね、噛まずになんかね、あれしなきゃいけないとかね、セーブしてやってみて、セーブ嫌だっけ、とりあえず開けよう、とりあえずいいんですか、なんか私どうするんですか、いいの。はい、117、119個目さえいらっしゃいませ。いいの？なんかあっても知りませんよ。ちゃんとセーブした？今はまだ早いけど、うん、強くなって買ったらいいものもらえる。そういうのはもうちょっと開ける前に言ってほしかった。全滅するだだから大丈夫。何がですか？逃げられ、逃げられない？あ、逃げられない？何ですか？俺前に女生主にスカイプでこしたら声めっちゃ消えむいって言われた、よその女殺したい、だからセーブしろって言ったのに。セーブなって、これリアルタイムセーブできないし、や宿屋でなきゃセーブ。ああ、そっか、死んだら廃走か。これ全滅したらお金半分とか。ねえ、マジマスが仲間来たって、私が絶対絶対直してみせるか。心置きなくせんで、シャッキーや。あれ、お金減ってない。これ、デスペナリティはないんだ。うん、まあいいけど。なんだったん、てか、あそこの洞窟一体何なんですか、吐血。うん、吐血じゃない。ならいいや。ならいいや。なんでこんな気になるの。さあ、雑魚戦やってたら自然的に溜まりまして。それはいいけど、これ船は？喉から何か出たよ。ってこと、うん、あ、船戻ってきてる。うひょうって言ってください。何がうひょうですか。うひょうって何言って、どうすんの、しょうもない、うん、楽しそう。何楽しそうですか、まったく。ノリノリ。ノリノリでもないですけど。で、結局さっきの動画、今の動画、なんかあるんですか？まだ全部探索してないですが。まだ行ってもしょうがなかった。キャッハーって言ってください。嫌ですよ。ね、何か悲しくてね、殿様のせいで橋渡れないなら城に行けばいいんじゃないの。うん、まあちょっとどうせだからね、ちょっとこの辺なんで言ってくれないの。言ったでしょ今、シャッハーってね。キャッキヤコウはシチップの玉で経験値倍にするとくっそうまいよ。お物は消毒だも言ってください。いやでしょ、ノリノリ。モノマネ芸人じゃないのか、もうこれじゃ言いません。もっかいもっかい。いやだ。なんだ、すごいダンス上がってんですが、いいんですかね。ほらのメインはあの宝箱だよ。メインはあの宝箱。そうなの。じゃあ落ちてもしょうがない。もうじゃあ帰りましょう。他どっか行けるとこありますかね。
でもここも行き止まりだ。行けない、行けない。え、これ渡れないじゃない、こっち側。西のとこってどうやって行くんでしょう。パッと見た感じ行けそうにないですね、これ、西はいいのかな、後回し、お城行けばいいんじゃないの。どっから行くのかな、こっから。なんかある、北東この葉通りでいいのかな。でもここ通れないでしょ。ちょっと待って、ええちょっと待って、通れないね。通るでしょ。え、どうやってお城行くんだ。天外帝王と聞いて、はい、どうも141友さんいらっしゃいませ。こんにちは。天外魔教、ちょっと今お城にどうやって入るか。あれ今なんかこっちでサーバーがなんかあれ閉じちゃってるっていうか、フリーズしたの。あ、どうもすいません、またし、いや違います、パソコンフリーズしてないですが、ネットがフリーズしたっていうか、シングル ID、 通信が止まったんで、あ、オップ動いた、ごめんなさい、すいません、またしましたね。ちょっと、いや、てっきりニコ生の方の不具合かなって思ってたんですが、なんか急にね通信が途絶えて申し訳ない。今ちょっと何やってんだよ、クソデオ、来て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 、やー、どう心配したよ、ケイちゃん。ちょっと怖いですよね、これがね、どうなんでしょうね、もしかしたら Windows 7のね原因でってことも、僕たち忘れないよ、お詫びのお絵描きしていいのよ、申し訳ないですけど、まあね、とりあえず配信したんで再開しましょう。原因が何か分かんないか怖いですね。今モデム再起動してなんとかね事なきを得たんですが、もしテイちゃんに何かあったら俺、俺っていうのね、僕に何かある前にね、ちょっと怖いですね。コロナに感染したんだな。パソコンは感染しないでしょうけど、これどうするんですかね、これどうやって行きゃいいんだ。あ、こっち？新しいパソコン買わないと。何を、Windows 7だから、ねえ、誰かにねえ攻撃食らったとかそういうこと。ここ、あずかしすべての、びっくりしたねえ、あずかしすべての武器、防具、巻物預けてこらえただろうな、何のこと。ねえねえ、よく あれてからもトムの命で、城には丸腰の者しか入れぬようになっておるのでな、ごめんどもでも預かしに行って巻物、できれば道具も預けてから。これなんかいかにも怪しいんですが、攻撃力分かんない。してないの？ね、してないです。ねえ、とりあえず、あんまりしなくていいんだったらね、と思って、ねえ、まあ様子見てるというか。中国にゲーム上というネノシアが突然現れたらしいよ。
ゲーム上のやつら幻とか蜃気楼操るって聞いてるけど実態はまだわからねえな。なんかよくわからんけど、あそこの中に入んなきゃいけないから預かり所にあれしろって、絶対あれなんか罠臭いですよね。これ外して預けろってこと？巻物も預けろって言ってましたよね。本当に？絶対トラック臭いんですぞ。離脱フラグかな？離脱？いやー、多分敵がいるんでしょう。ねえ、それで危ないあれで。これで全部かな。でも本当になんか原因がわかんないから怖いですね。また同じようなことがね、頻発するんだったらちょっと本当に考えなきゃと思います。帝王が止まったから可愛い女いじめてたよ。誰ですか、いじめはダメでしょう。とりあえずちょっとこれセーブしときましょうか。ねえ、もしかしたらそうなっちゃうかもしれないし、ねえ、でも別に何も変なことした記憶もないですがね、急にねえあれでしたからね。ねえ、セキュリティソフト入れてる割には全然ダメですね。女なんか信用したら負けだぞ帝王。そう、女なんか信用してないっていうか、女とねその関わり合いになる機会自体がないからいいんです。何、預かり所にすべての武器、防具、巻物預けてる、本当でございます。もしも何か隠し持ってるのが、分かった即没収でござるよ。ねの一族が現れてからというもの、殿の命令、城には丸腰のものしか入れんようになっておる。帝王の配信ラストの時は顔出し嫌なら体だけ映して150キロの証明してください。そんないいですよ。ラストだからってね。金沢を出て南へ下り東へ向かえば、中国富山にござる。ぜひ富山のお殿様を訪ねられよ。我が君の弟君でござるが、いやいや、弟君でござるので、信頼できるお方、力添えください。いや、それはいいけど。これ何？体重何キロ？お預かりしよう。はい、体重153ぐらいですよ。何かが粛清に引っかかった。何かが。わかんないけどね。家来のわしの口から言うのもなんだが、お主が本気でこの国を根から救ってくれようとしているのなら、うちの殿様に富山の殿様を訪ねた方がずっとずっとお主のため、国のためになるわ。うちの殿様はダメなんじゃ。性格が悪かないんだけどな、器が小さすぎる。これ殿様の寝室でどこにいるの？これ？なんじゃお前らは？何？根の一族と戦っているものじゃと？ああ、ダメじゃダメじゃ、なんと言うと門を開けるわけにはいかん。根の一族が入ってきたらどうするんじゃ、たわきたことを抜かしよって。あの門がある限り根の一族は侵入できん、よって城は安泰。根の一族と戦う必要などないわ。下行く階段あったやんけ。下行く？後回しじゃダメ？なんだ。矢が刺さってる。ちょっと。これは根の一族からの手紙じゃ。城を明け渡さなければ皆殺しにすると書いてある。どうすればいいんじゃ。まあ、マンジャマンとか、もしあの、祖国門を開けよ。地下でゲーム上の根の一族を退治してくれぬか。きっとお主ならできる。
わしは一目見た時からただものではないと思ったわ。そうそうじゃねえの一族を倒した者の顔を、町の隣にある山に掘って死んでよ。な、ええじゃろ。では頼んだぞ。山に顔を刻むだと食いついた。俺様好みの派手な褒美じゃねえか。この凛々しい顔が歴史に残る。カッペ。がー、しびれるね。だが万事丸と一緒に顔を並べられるのは我慢ならねえな。英雄は俺一人で十分だぜ。よし、その件は俺様一人に任せる。すぐに片付けてきてやるぜ。え、何、本当に何、万事丸が抜けるってこと？そうだ、万事丸、おめえにとてつもなく大事な相談があるのを忘れてたぜ。山に掘る俺様の顔なんだがよ、正面と横向きとどっちがいいかな。どっちでもいいんじゃないですか。まあ、俺様の顔だ。どっちを向いても様になってるから関係ねえか、なあ。何抜けんの？何こっから何一人になっちゃうの？そのための何巻物の回収ってことなの？装備品も含めて。まんじまる、じゃあね、歌舞伎が抜けるからってこと？そのためのイベントってこと？玉浦。で、こっちは何？南の福井村にアンゴフランっていう花が咲いたって大変だしね。うちの友様だろ、ビビっちゃって大急ぎで堀の橋を歩いたりしてみっともないってありゃしないわ。100名だ。いいよ。153キロってどうして嘘つくの？なんで嘘なんですか？嘘ついてどうするんですか、そんなね、体重なんか。そりゃね、体重少なくね、ね、言ってるっていうのはね、そりゃ嘘つく理由もわかりますけど、体重を多く見せるメリットってなんかありますね。え、殿様に話しかけて。すまん、実は根の者に脅されたのじゃ許してくれ。隣の山に顔を放ると言わねば、皆殺しにすると先ほどの手紙に書いてあったんじゃ。何？じゃあやっぱり歌舞伎をあれするのが目的だったってこと？いえいえ、ね、二人旅だけど、ね、もう一人旅になっちゃいましたよ、また。アホが釣られて。多く見せて人を呼ぶんでしょ、150ってめったにないし。そんなことね、150ってあれね、人が来ます？そんなデブね、あれ見てね、ましてよ。ん？なんだ？あ、来るかも、どっかで見た。来る？あ、万事丸殿、お元気そうで何よりでござりまする。伊賀の桃地三太夫でござりまする。あ、腰元に化けこの城へ潜入しておりました。噂ではこの辺りの根の衆はなので体だけ映せばほら嘘じゃないでしょってドヤ顔できる。ぼったくみたいに金で雇えば来るよ。俺耳がいい。誰かの表紙に顔見れるのも嫌だし。我ら三太夫は一足先に越中の国へ潜ります。ではではって、ただそれだけ、挨拶だけ。なんかなんか言っちゃ悪いけど本当に取ってつけたようなキャラというか。でもどこ、越中の国って言ってなかった？越中でしょ。ドラクエやってる間だけ顔出ししてください。やだ、顔出しはしません。今のがヒロイン。ヒロインには違うんじゃないの？ただそれだけのために武器防具外されたの？あ、今度なんだ？なんか嫌な BGM が。あ、出た、5つ子。はーい、ごめんなんしょ。先を急ぎやすんで、お先に失礼しやすよ。万事の大将。
眠いの？うん、どうでしょうね。どれ返してもらおう。万字の大将略して万将、帝王しことしなの？え？僕？何歳かは内緒。デブいの？デブいです。デブです。え、もういっぱい？どうしよう。何いらないかな。もう将はいらんね。首相攻撃は多分。敵全員はいるかもだけど。カムネ攻撃、小クラス、一匹じゃな。これもいらんです、全員。H グループもいらんでしょ。風攻撃中。6万3000秒って現代だと何億？知らないっす。誰か詳しい人いるなら教えて。これでこっちに行ってお城に、あ違う、こっからこっちに行ってどうすんだ。あ、こっからもう越前の方に入ってんだ。で日和があってのどっから行きゃいいかな。あの辺が富山城かな。なんかいろいろあるけど、まあいいや。ちょっとまあブラブラ見ていきましょう。まさか。そう。まさかね、2人から3人に増えるところが1人に減るなんてね、思わなかったですね。そういう意味じゃ予想外の展開でしたが。これがランの黄色？は、福井村。嫌な色。永平寺お参りに来たのでももう無理よ。村に暗黒乱が咲いたの。危険だから早く逃げなさい。私たちも逃げるところなの。足の爪切るときどうやってんのと言われてもあれですの。東にある富山城の殿様が、火の一族とやらを必死で探してるみたいだね。越中の国もゲーム上のせいでボロボロらしいから、藁にもすがる思いなんだろうな。あの花じゃ、あの花が咲いてから体の具合が日に日に悪くなっていく。何か花に生気を吸われとる気がするんじゃ。ここは雑貨屋。まさかお客さん？はい。はいって言っても何もないでしょ。眠いですね。そう。やっぱりデブいんだな。デブですよ。だから言ってるじゃないですかね。体重150あるって。東の国へ着いた大変なことが起こったらしいと、ゲーム城と呼ばれる、無数の城の村が一夜にして国中を埋め尽くしてしまったらしいのじゃ。これが暗黒ら。生身だ仏、生身だ仏、我が一面にかえ、恩敵でいいのかな、恩敵、根の一族を滅ぼしたまえ。ここは寺か。体重150あるとかマスゴミ殺到しますよ。なもの、もっとデブなんかいくらでもいいでしょう。はい、テレコさんいらっしゃいませ。こんにちは。お前さん、ただの物見なら、危なすぎる。早々に立ち去りたまえ。わしは最後までここに残り、仏様に根の一族、これなんていうの、重複の祈願をするつもりじゃ。生身だ仏、生身だ仏。
お前さん、火の一族だな。いくつもの火の精霊がお前さんを取り囲んでいるのが見えるわい。北東にある押水村にもかつて火の一族が住んでいたそうじゃ。だが千年も昔の話だかな。すでにその子孫も残ってあるまいて。北東、そこに子孫がいるっていうの残ってないのかな。暗黒蘭が咲いたとき、花の中からハマグリ姫と名乗る女子が出てきたのじゃ。いずこともなく現れた5人の異形の僧がハマグリ姫を連れて、飛び去っていったが、どうやらあのハマグリ姫がゲム城の城主らしいわよ。ああ、やばい、なんか眠いところで。昼は豚のそぼろです。これだけかな。とりあえず行きましょう。北東の村って言いました？角？豚がボロボロ？豚のそぼろ、あ、こっちか。北東どうでしょうね。どうでしょう、先に富山の城の方に行った方がいいのかな。トンコレラごと食べるのやめて。何がトンコレラごとですか、知らないですよ。なんだ、なんかイベント、なんだなんだあれは、何、ああ、お初にお目にかかる万事丸くん。わしは玄武城城主ハマグリ姫様の下僕。びっくりした。帝王の台が落ちてきた。磯花法師じゃ。こいつがハマグリ姫かと思った。ハマグリ姫様の統治する領地につき、火の一族の君を迎え入れるわけにはいかん。ハマグリ様の下僕っていいな。そう。ここで終わりというわけじゃ。玄武城がジパンを光らびた大根。光景をそこで眺めておるがいいぞ。急ぎん着。トゥーレイ。で、通してくれねえって。こっちは。これもまた、もう挨拶？うんちの上に立ってたのか。和田摘五人衆の一人。和田摘？ナマコ法師とも。ナマコ。むはははは。無駄、無駄、マンジマル、お主ごときの力でこの鬼面岩が動かせるとまずいですよ。動かすの、ハマグリ姫様に逆らうなど愚かなことは即刻やめて、田舎にでも帰った方が己のためだぞ。そんなことしないで戦って通してやる。つ何やつのですか。こっちも何なのこれ、5人5人あれしないとダメなのこれ。これは何、サザエ。わしは玄武城城主ハマグリ姫様が忠実なる家来、巻き貝を人申す者じゃ。何だって、貴様をここから巻き貝って言った。わけにはいかんぞ。火の一族の顔をハマグリ姫様の美しい髪に映すことすら気苦労しい。まあこいつはまだマシですが、はい、266個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。スライムつむり、グルド思い出す。貴様はそこで指を加えて渡りろ。こんな紐だらけのゲームだったなんて。ね、七面倒くさい。アワビ丸でないの。さあ、まだあと2人いるみたいですけど。
これなんでしょうね、なんかいかにも怪しい、あれ忍びの里、天狗様のお住まい探さねえなら国の隅か隅までくまなくあるこれしかないでござるね。まああとは、町の人間に聞いた天狗様の場所はすぐ帳面に書き留めることでござる。メモれってことっていうか、ここは何なの。万事丸様でございますな、大沢聞いておりますぞ。今宵はこの里でお泊まりください。何いきなり、どうしようか。ちょっとこの辺で予備のデータ取っておきましょうか。ねえ、根の後ろが日に日に力をつけているようでござる。まあ、ただ本当に宿だってだけ。マニマさん、あえて忠告させていただきとうござる。根の一族も力は力押しだけでなく、様々な作戦を用いるようになった気がするでござる。きっと情報操作や陽動作戦なので、こちらを拡散する戦法。本編は？専用の帳面など用意され、丹念に情報整理すれば、きっと、敵の術にはまるでござるよ。そんなに、大変なんすかね。今んとこね、まあなんとか進めてますが。長まくてその力をそのまま自分の力に加える者がいるそうじゃ。念の一族は勝つためなら手段を選べませんな。恐れほど純粋な連中ですな。ね、こっちもまた。次、4人目。今度誰？はい。その食ったやつがヤバいんだよね、うん、本人海吉？本来ならば、ここで貴様を血祭りにあげるところじゃが、ハマグリ姫様は心優しきお方、命だけはご容赦なさる。なんとも言えない、マンジマル、ハマグリ姫様の恩情はありがたく。後ろのあれは何？後ろのあれが胴体なの？あれはコメントに困る見た目やめて転生してこい。あれが尻尾なの？ようわからんね。でこっち行けばまた最後のって、最後のオチのやつに期待します。どんなオチ？どうでしょうね、期待してんですかね。わしはハマグリ姫様の下僕、わだつみ五人衆の一人、毒針法師じゃ。毒針？ハマグリ姫様のお力をもってすれば、意外と普通、君を始末することなど同じこと、なんで5回も言わなきゃ。ああ、ウニで毒針ってこと？多少なりとも姫様のお心を煩わせたら、ナマコが強すぎる。そうです。帝王の若い時の髪型。ないですか。さすがにここまで剛毛じゃないですよ。この辺の雑魚と戦って暇を潰してくれ。どうせ君も。ナマコが最強だったね。最強って何に対して最強なんですか。さてとで、なここはいけないってことでしょ、こっちから富山の方は。ね、完全に防がれた、ここ。まあとりあえず能登半島の方になんかして探せってことでしょ。これいおりでしょ。ね、天狗のいおりなんかください。でもあれ、巻物いっぱい。おめえさんの活躍に水を差すつもりはねえだけど、一つ忠告しておいてやるぜ。菊五郎ってのは根の国じゃ、もともと役者をやってたやつだ。いわばセンター東四郎だ。
そんなに勝ったって自慢にはなんねえぜ。まあせいぜい気を引き締めていこうった。これなんてこの清水清水の巻物渡しとくぜ。あんまり使えねえ実だが、なきゃないで困れて死ぬもんだ。いつもいつも、持ち歩くかどうか、趣味の問題だからよ、好きにしな。おめえさんに任せるぜ。何の巻物？んねえ、移動中の地形ダメージ向こうが取れる、トラマナですか。でも言って地形ダメージあるとこなんかありましたっけ。これでこっちなんかある、なんかの村。押水村宿、まあいい話聞いてこ、誰かしら人いるかもしれんし。何でもドラクエに変換すんな。いいじゃないですか。その割に1時間しかやらない。いいじゃないですか。お客さん聞いてください。うちの息子サンタって言うんですけどね、家を出ちまったんですよ。うちの息子ったらあろうことが人魚なんかと年頃になって親の気持ちも知らないで。まったく誰がここまで大きくしたと思っているんですかね。私は泣きたくなりまして、あらら。年頃とは羨ましい。あんたこの屋根のサンタっていうドラ息子の噂聞いたかね。いや、それが人魚と、惚れた晴れたでよ、親に反対食らったもんだから家を飛び出してったんじゃないですか。千年前にもこの村には人魚とできた男がいたそうだけど、まあ因果巡るってとこかな。ここっちの息子な、東の海っぺりにある、大瀬戸の近くであったわよ。親には内緒にしてくれって。だからあんたに話してるわけよ。こんなに美味しい話ね。話さずにいられないわよ、普通は。君も、きっとあの子で人魚の恋人としっぽりと、人目を忍んで相引きを重ねてるんだわ。あら、ね、なんかすごい いやらしい描写ですね。しっぽりと。くそ。それはぜひとも止めに行かなきゃっていうか、覗きに行かなきゃ。ここでもお刺身って舌ついてなくない？さあどうなんでしょうね。福井に暗黒らが出た聞いたんだけど、本当はね、金沢の殿様で言って役立たずだったのに。頼りなの、頼りなの、あの殿様じゃ。ご期待この村にまで起こして火の一族を探しておられるようじゃ。かけてってなりそう。そう。この村に、火の一族がおったのは千年も昔のことじゃが、この世にまだいるのかの、火の一族は。少し北に金宿と洞窟があるんじゃが、何でも大昔の人の墓じゃという話じゃ。まあ、めおしい宝はとても昔に盗まれてるから、今はその地図ものさえ行きやせんよ。次の仲間の装備は雑貨やな。でも、ていうか、次の仲間って言ったって、次の仲間が、ねえ、まだいないじゃないですか。仲間なるの来るの、北に行くと輪島村ってとこがあるんでやるんですがね、そこでちょいと面白い見せ物をやるとか。人魚の芸ってのが檻らしいんだな。覗いて、見てえな山々だが、ここでも根の一族が出るからよ。こっちは出口。次の仲間ってまさか、絶倫おじさんのことか。それゲームがメタルマックスでしょ。メタサガか。南東の岬に大きな花畑があってな、その向こうで天狗様がお一人で、暮らしになっているよ。おめえさん、火の勇者が、そういや、お昔この村にも火の勇者が一人いたらしいよ。すげえ、バカ力の男だったそうで、あいたちあえず簡単さ、そこの寺でずっと眠ってるよ。墓石の下でな。あいつが仲間になるってこと？この寺には極楽太郎という千年前の火の勇者の墓がございます。何でもこの村出身だったとか。その男、根との戦いのその最中に、千代という恋人の病気が気になってこの村まで逃げ帰ってきたとか。火の勇者の中にもなかなか人間らしいものがおったようですが、結局極楽太郎の恋人はその後すぐに亡くなったらしいですがね。そんなね、でね、あのデブでしょ。そこの岩を行った極楽中男は、
彼らが常人の2倍からあって力の方もあまりに桁外れでな。そこらの店で売っているような兜や、鎧兜じゃ間に合うかたし、剣も特別扱いじゃったそうな。すごいでしょ。昔この村にいた姫の人が酔っ払って根の一族と間違えてこの家を割ったんだって。伝説に合うよね、この手の作り話。だけど、それらしい今まで残ってるところが長すぎるよね。デブ帝王。誰ですか。で、その墓ってどれ？これ？火の石は極楽太郎、ここに眠る。でも死んだ人間が生き返るってこともないでしょうけど、どうするんでしょうね。地に見つけた、まさしく、紫の髪、あなた様は火の石は戦国万事丸殿。これで殿に顔向けできるわい。じゃ富山の殿様の使いの者じゃ。殿の命で火の石を探しておった、実は歌舞伎殿にもあったのじゃが、俺様に物を頼みたいなら女を使いに残せと言われた。逆にどこかへ。万事丸殿のお願いでござる。ぜひ我が殿にお会いくだされ。いや、会いたいけどどうするんですか。会ってじゃなくて会う方法をね、教えてくれなきゃ。どうしよう、とりあえずね、何もやることないし。ここの洞窟行ってみましょうか。何これ何これ、雪を用意したら考えてやるとね。え、カレーやろう。え、マジマ毒は消えた。むしろ毒食ってたの知らんかった。うわぁ、キモ。何これ。三つの目。わかりやすいけど。わぁ、ちょっと、いや、経験値美味しいけど、ちょっとまずいんじゃない、こう来るの早いってこと？それとももうちょっと頑張れって、それともどっかで装備ちゃんと買ってねえからこうなるんだバーカってこと？いや、さっきのやつが強いだけ？こいつは別に脅威じゃないですよね。なんかある。月の霊薬。これなんだ、花？なんて書いてあるの？闇ボタンの花。やめてくれない？わざとじゃないんですが。どういうこと？悪魔にわざとってどういうこと？嵐の極、夜の意味の不明の。これ捨てよう。ちょ。待って、これも5個もいらんか。何でしょうねこれ。闇色の大きなボタン、イベントアイテム。これ何？部屋じゃない？行き止まり？降りたどこ？何に見つかる？
でも何もないですよね。もうこれ書いていいのかな。ここはさっきの花がメイン。花を何に使うかっていうのが分かってないのがあれですが、まあもうちょっと探索してりゃ分かるでしょう。知りたい？ね、いや、いいです。どうせ探索してればわかるでしょ。何かしら。これは、オーセド、なんか、噂の人魚はここに？知りたければ、そう、本編ですね。じゃあしなくていいです。これでこっちに行って、こんなとこまで。千年堂、千年堂のばかり。千年。ここも、なんだ、なんだいきなり。あ、また、なにこいつら、なによ、万事の大将、今日お日和も良いようで、万事丸さんも釣りでござんすか。釣り、あしら、今日は商売の方を休んで、魚釣りとしゃれ込んだんですよ。おかげさまで、でっかい獲物を捕まえましてね。これもシュノキマグレでゲームやらせたり本編させたり腹が立つんですけど、どういうこと？腹が立つって言われても。マンジマルさんもどこで神様がご覧になってるか分かりやせんから、行いには気をつけてくださいやしよ。そうは言ってもね、僕も気まぐれでやるから。これまた、どっか。わあ、なに？忍者の村。え、そんな、忍者の村でお魚連れ帰ったってね、まさか。あ、あなた、火の一族でしょ？ダメよ、あの男は渡せないわよ。一生閉じ込めておく方がいいの。どういうこと？火の一族？あなた、火の一族のマジマレって子？ジョー様が取引をしたいっておっしゃってた。取引？あなたも、足元兄弟の関係？いや、違いますよ。じゃあ、サンタさんの お友達ね。女王さんには見つからないようにね。今日は特に荒れてるみたいな。荒れてる？あの日？これなんかな、いつもとか。人魚にもそういうのあるんですかね。ちょっと魚部分のとこよく調べて、あれがどこにあるか見てくれ。さあ、拡大できますかね。ない。昔忍者も火の一族の、そばで戦ったわ。7人の勇者の中にも忍者族の血を引く継ぐ者がいると聞いてるわ。誰よりも火の一族を信じて出そうよ。あの鬼の中の男が現れるまではね。私たちを涙を飲んで、一人だけ長生きしようなんて火の一族じゃなきゃ海に沈めてるわよ。長生き？ここですか。
この牢に入ってるやつはね、極楽太郎でお飯ぐらいのろくでなしの最低の男よ。そう、あなたと同じ火の一族。牢、どこに牢が。その牢の中の男はいいな。自分の恋人には火の一族の血が生えてて。ほんと？予知能力があったんだって。そう、あなたと同じ帝王のことか。で、その恋人が死ぬまでにあなたは千年生きろと融合してたんだけど、神殿の話でしょう。どうせならもっと上手い嘘をつけば人魚なんて簡単に騙せたのに。どんな中のやつはさあ、人並み外れた馬鹿力だけが、取り柄の男なんだけどね。さすがに女王が寮にかけた、封印だけは力づくでは破れないみたいなのに。ここ300年ばかし声も聞いてないけど中でくたばってんのかもねって。普通にいるじゃん。ダメ、聞けない話。どれだ。で、あなたは女王。わらわはこの人魚村の女王、ヤダキじゃ。ヤダキ。して、お前は誰じゃ。誰じゃと言われても。その紫色の髪。もしやお前も火の者。あれの他にもまだ残っておったか。まさか。あの化け物を外へ出せなどというわけではなかろうね。それはできぬ相談じゃ。帝王半魚人好き。言いたいところだ。わらわの頼みを聞いてくれるなら、あれを牢から出してやろう。なんとなく、まさか。実は娘が人間にさらわれた。なんと。大方は輪島村あたりで見せ物にでもされるのじゃろう。ああ、なんか、わさが、で、その火の力を使って、娘を取り戻してはもらえぬか。うん、うん、はい。ありがたい。エッチなことはされてないのね。火の勇者じゃ。うん、誰か、あれをここへ運べ。あれ？この方にあれをお見せするのじゃ。そう。あれを見せるって。人魚が人魚があれわざわざ運んでんの。おお、その血の匂い。まだわし以外に火の一族が生きとったんか。みんなおちんちまったと思うとったぞ。そういや、根の者もよみがえってまたしたいほどやってるらしいの。わけえの、一人じゃ大変だろ。そこで相談だ。わしをこの牢から出してみんか。もちろんただとは言わんぞ。男として二つの約束をするぜ。帝王やっぱり捕まってんじゃん。この周りの根の連中を一撃で潰してみせよう。そしてもう一つ、どんなことがあっても最後まであんたについてったる。どうだ、悪い話じゃねえだろうよ。まあそこんとこよく考えといてくれや。前との道一回戻んなきゃでしょ。私たちの涙を人間が飲むと寿命が千年伸びるらしいんだ。今日のおやつは何を食べ過ぎちゃいましたか。何って言っても、チョコレート食べました。はい、320個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。そこの檻の中に入っている男、飲んですぐ捕まったらしいか。千年のうちの大半檻の中よ。信用できんな。へへ、そう。こんなやつ、平気で裏切りますよ。そう。じゃあこのまま見殺しにしてね、あれしろってこと。助けない方がよろしい。臭いですね、こんなとこ。こっちは何もない。これどうしよう。極楽がいなくても帝王さんが岩をどけてくれるよ。そう。どこでしたっけ、押し水村でしたっけ。助けないとゴチャンあたりでさらされますよ。マジですか。
それは怖いね、うん、じゃあしょうがない、助けましょう。ここかな、うん、人魚さ、プリーズ、輪島村ってことで、ああ早く人魚さん見てみたいな。あんたも見せ物に見に来たのかい。今回人魚が出し物らしいぜ。俺人魚なんて見たことないからもうウキウキしちゃってな。でどこその見せ物小屋、それっぽいのない。おいおい、福井の衛兵寺に暗黒乱が咲いたんだってな。この村にも暗黒乱のドスぐらい顔飛んでくるようになったんだ。もうここには住んでられないよ。見せ物小屋の座長は足元兄弟とかいう商人らしい。あいつがこのくらいご時世に見せ物で街を明るくしようなんて立派な方たちよね。どれこれ、えらはえらは兄さん、人形見ていかなきゃ。向こうの娘は情熱的でさ、なかなかいいよ。ちょっと言葉が通じないところが、これがまたいいんだよね。その分これ男ならわかるだろ。どう今な、出血大サービスで、第3枚ポッキリ、これ何 ?3 枚っていくら借り切っていってらっしゃいませ。第3枚ってまさか3万とかじゃないですよね。ヒューヒュー3000ヒューヒュー、3000もヒュー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 しか言えないのお前ら。ニコ生も見せ物小屋みたいなものだよね。ねえ、150キロのデブとかいますからね。はい、326個目再現します。こんにちは、アニングだ。見せ物みたいから帝王も顔出しやって。やだ、キューってみんなジジイみたいな呼吸で大丈夫かよ。かわいそうね、こんな極限までさせられて。自分からやってるようにも見える。そう、やっぱ魚も女も息が良くて身の締まりがある方が高く出ますからね。秋のちょっとは見習ったらどうだ。そう、締まりが大事だそうです。お、マンジの大将、その吉屋大将の方は魚が釣れなかったようですね。腕の違いってやつですかね。はい、まあ今度機会があれば町の大将に魚の釣り方をお教えしやすい。締まりが大事。1万両ぐらいだな。こりゃ珍しいお客さんだ。日の一族も結局私やと同じ男だったってわけですかね。おや、町の大将、人形、見物ですか。いえ、見物以上のことをお望みなんですか。いやー、参ったな。さすが日の勇者だ。マジの大将さん、いらっしゃい。そういや、ん、青空市がついさっき開きましたね。すげえ掘り出し物件が出て、攻撃力68、値段が96だったかな。今すぐ行きゃ間に合うかな。漏れちまったかな。もういいですよ、そんな。やっぱ、ダメ、どうすりゃ勉強するもの。先に人魚に話を聞けって。どうせって。すみません、ね、ここから先は関係者以外立ち入り禁止になってますんで。ダメじゃいけないじゃん。なんかあそこに牢に捕まってる人。ゲップはしてないでしょ。ね、僕がゲップしたらこんな風なもんですよ。どうやって行くんでしょう。わらわら。ね、本物のゲップっていうのを知らないからすることなんですよ。
っけ。リスナーの要望に応える優しさ、うさい。知りません。隠しきれい、わらわら。こっちか、でも、あ、こっからいける？なんだ。あなたも私のことを見に来たのですか？人間はひどい。私の姿を面白そうに眺めているだけで、いいじゃないですか、見るだけぐらいね、減るもんじゃないしね、触ったりなんとかじゃないんだから。かわいい。誰も助けてくれるとはしないのです。鬼の鍵は、表側からなら簡単に当てられるのに、みんな見てもね、苦しいんですよ。嫌です。はい、341コメントありがとうございます、こんにちは。で、あなたは一体誰？死なしませんよ。バカや、畜生バカだ、ここから出しやがれ、俺たちは見せ物じゃねえ。あんた客じゃねえのか、そういえばあんた優しい人なんだ。ほら、押し水村のサンタって、ああ、お前のか。そこに人魚ちゃんと一緒に変な顔した5人組にさらわれちまったんですよ。まさかあの家の中にいたの、こいつだ。この人魚ちゃん、人魚村のお姫様なんです。こんなとこにいる人じゃないんです。この鍵を壊してくれませんか、そうしてくれば、おいらこの子を連れて逃げますから。お願いします。何がしたかったですか。鬼行きます。おいらこの子忍者村に連れて行きます。そうだ、押水の村の宿屋にぜひ泊まってください。俺は押水の宿の息子なんです。必ずそこでお礼はします。本当に絶対お前らまたとっつくまんじゃないの。大体逃げんのそっから。何、どういう状況、おんぶしてるの。臭いおじさんこんにちは。何が臭いですか。はい、ワートさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。人間にも優しい真心を持っている人はいるんですね。こいつ信用できるの？さあ、私はここにいるサンタさんと一緒に人魚の村に帰ります。でも絶対捕まると思うんですがね、あんなとこから。大丈夫？あ、なんか来た。このまま何しやがんねん。帰れると思ったら大間違いだけど、覚悟しな。わあわあわあ。あれ、万事丸様大丈夫ですか。いや、そんなこと言ってない。早く助けて。お助けいたします。それはそんな人、人間相手にそんな兵器使うほどの、てか待ててか待ち添え食らってんですが、思いっきりしキャノン砲でしたか。よかった、どこがご無事や。あんな大砲ぶちかましたらですよね、無事なものも無事でなくなっちゃうよ、ね、大事なとこは無事じゃなくなっちゃいますよ。おねえはでか、何言ってんですか。よくわからんけど、やりだけやって帰ったってこと。兄弟は気づいてない。まあ、いや、とんずらしよう。ナイスツッコミ。ねえ。マンジマルのマンジマルが深いものにならなくなりますね。ねえ。お前さん、人とは違う特殊な霊気を発しとるな。火のごとく激しく燃える霊気じゃ。この村へ来る途中にも、南東の島でお前さんと同じ霊気が、強く輝いているのを見たぞ。武器屋かなんかない。まあ、ちょっとこれから話聞いていきましょう。ばあさん。人魚か、海のことに人魚の楽園があるという伝説がこの地方にあるんじゃ。その島にはどっかの洞窟から行けるというが、さっき行きましたよ。こっちは。さっき人魚を抱いて出て行ったのは、押水村の宿屋の息子さんじゃなかったかの。青空一でしょ。どこにあるの、その青空市ってのは。どうや、足元兄弟って人魚を騙してさらってきたんですってね。単なる悪者だったんじゃない。おいおい、福井の家ですね。さっき聞いたの。武器屋、ちょっと青空市ってどこ、こっち。青空市に怒られましたね。何買うてかれます。何、漬物ないし、何、大きな酒だろ、焼き物。あ、失礼。
ごっつお様な、また凍ってください、ね、ありがたいありがたい、うん、でそのさっきの件は、ね、コロナかかったあらまあんたよ来たね山内家庭の、うん、くわ、うん、極楽の装備だよ、うん、一気のくわ溶けす鳥インフル、うん、ないんじゃないですか。獣人の箱、裏切りの剣、あ、つぼ切りの剣か。ね、コウモリは食ってない。どうしよう、買っちゃっていいかね。買っちゃう。そうでしょ。売っちゃおう。百年人参。防御力以上か。燃える水、油壺。増強漬け。まあ、いらんでしょ。100年人参買うべき。そう。青ざ、100年人参買うべき。どうでしたっけ。これ防御力そんなたいいの、てかアイテムいっぱいじゃん。何売ればいいの。月の霊石効果不明のこれ売っちゃう。ラジコンかよ、帝王最低だな。さあ、だってね、はい、365おめでとうございます、こんにちは。人形さん、まあ、買わない、まだ買わないでもいいけど。そう、買ってから言われても、大きな映画、道を塞いで帰れなくなってしもうた。もう再び家族にも会えるのか。お先短い年寄りにひどい仕打ちじゃ、ね。とりあえずこれで買うもん買った。こっち行けるかな。巻物。ください。火力結構上がった。まあ何これ。何ハ、ハムシ犬、虫なの犬がなんか亀のような気もするし。帝王、天才に面白い。まあ、サクサク進めてるからね、あれですけど。どうでしょうね。まあ言ってね、昔のゲームですかね、その辺いろいろ。女性もあるでしょうし。俺は他の天狗と違ってな、今持ってる巻物をチートばか使いやすくしてやれるんだぜ。何か他人のふんどしで相撲取ってるみたいで申し訳ねえけど気休めにして上出来だろう。作るのは一回だけだで早速やってみるか。どれがいいんでしょうね。魔法術爬虫類の犬だからは虫犬。よく考えろよ。まだやめた方がいい。まだ、爬虫犬ってことか、まだやめた方がいい。よく考えろよ。これは慎重に、後回しでもいい。若草かいぶきがおすすめ。いぶきってありましたっけ、よく考えるんだよ。回復のがいいですか。ね、じゃあやめますよ。まあ、あとにね、あとの方の強い、ね、術をね、さらにパワーアップできるのは、お金は大事だよ。ですからね。よく考えよう。お金は大事だよってね。何を歌わすんですか。これでぐるっと来て。勘違いしてるな。帝王最低だな。そんな考えなくてもいいよ。大したもんじゃない。何か、パワーアップじゃないの、何違うの。帝王の資産は5億。あるわけないでしょ。いや、ちょっと待って、先に宿行った方がいいのかな。
若草は早い段階で消費令にできる。何、消費を減らすって MP 消費を減らせるってこと？どうでしょうね。でも若草なんかね、戦闘中ね、もっと強い回復あるんじゃないですか。ねえ、そっちの方が効率いいでしょ。てかちょっと毒が治らん。ね、消えた。これでここに、だから息吹、息吹で、だから息吹の巻物まだないですよ多分。サンタどこにいる？いらっしゃいよ。早い段階って言ったよね。話聞いてる？え？早い段階でもいい。いい？今あれしてもね。サンタのプレゼントだ。何でしょう。なんとかの鱗。銀行の衣か。防具？56。ちょっと強い。よくわからんけど、サンタはいないってこと？じゃあ行っちゃっていいか。しじむしゅうぜー。ねえ、僕の好きなようにやらせてくださいよ。ねえ、そんな、僕のね、あれ、ね、母よりね、思いするんだったらね、自分でやればいいって話でしょうから。はい、ほまりさんいらっしゃいませ、こんにちは。トイレ。トイレ、なんか今んとこ行く予定ないっていうか、さっきね、ちょっと、ね、トラブってちょっと配信ね、ちょっと止まってたんでね、その分ちょっと、お絵かきやる余裕ないかもしんないでね、ごめんなさい。あれ、こっちじゃなかったっけ？こっちか。ぶわ、尻虫って聞こえて言って、陽血になんかおるんかって思っちゃったじゃん。ごめんなさいね、滑舌が悪いから。尻虫です、ね、ならしょうがない。ちょっとすいませんね、なんか、さっきなんでか知らないけど急にね、ネットが遮断されちゃって、理由はわからないですね。業務シールってマジ？なんで業中とは言ってないでしょう、ね。シリムシでごめんなさい。買ってるのは買ってる。それはそれとして。それはそれとして何ですか？何がダーですか？これで助かったんでしょう。ほら、マンジュマンの活躍、娘に伝えてきました。お約束通り、この牢の封印を解きましょうぞ。その前に忠告がございます。この牢の中のもの、あなた様のような立派な火の一族ではありませんぞ。バラオの知る、生きとし生ける者の中で最低最悪の男、大倉へ大嘘つきデクノボ。根の一族の方がよほどまし。それでも開けると言われるならわらは止めませんが、どうせ開けなきゃクリアできないんでしょ。帝王言われてますよ。どうされね、この牢開けんのですか。はい、帝王じゃん。海の神をまんじまるお守りくだされ。帝王だな、帝王のことね。火の底辺やっぱ捕まってんじゃん。おお、でか。極楽太郎、でか。自分で開けてるじゃないか。気の底辺で笑っちゃったよ。腹が酷似。あ、ご本人。何が本人ですか。わしの名は極楽太郎。ちょっとした同時でこいつらに閉じ込められちまった。まあいいや。もう千年も昔のことだ。忘れちまったぜ。さあ、まんじゅまる。あ、
ご本人よりまだ痩せてるか、130kg ぐらいはありそう。どうでしょう、いや、この本人見たことないけど、体がでかいからやっぱ結構あるんじゃないですか、やっぱり。今の学生ってどうやって業務試験させてんの？業務試しゆうじゃないよね。どうなんでしょう、気のせいへん。受けなせ。この詩を見ていると、人間とか人魚とか火の一族とか、そういう垣根がいつかなくなる。そんな日が来るような気になってくるから不思議じゃ。命を大事にされる、まんじまん殿。これで業務試験さなくなったよ。そうなんですか、今って何、なんでなくなったんですか。極楽か、これダメで、さっき助けた人魚はどれ？3年くらい前からやってない。あ、これか、っていうかお前そこにいるのか。まんじまんさん、おしみず村のサンタです。とんでもない奴が付きまとうようになりましたね。輪島では、どうもお世話かけてすみませんでした。まだまだ人魚と人の間には、溝がありますが、この2人で頑張ってます。なんでなくなったんですかね。幼虫自体がいなくなったから。まんじまんさん、お母様にサンタさんとの結婚を許してもらったのよ。そうなんですか、みんなあなたのおかげよ。私、サンタさんの次に、まんじまるさんのことが好きよ。本当にありがとう。あのキューピーも見れなくなっちゃったの？キューピーって何でしたっけね。そういうことでしょう。つぼになんかあるとか、燃える水。キューピーないよ。本当になんか、つぼにアイテムあるんですね。ぶわ。これね、そのアーツね、アイテムあるんだったらね、なんか、なかったらないでね、なんか、空っぽとかなんかね、出てくれれば。わかりやすいのに。じゃあこういうとこにもないね。めんどくせえ。燃える水。そういえばこいつってどんぐらい強さ、段数はでもあれなんですかね、主人公の経験値でって感じなんですかね。結構強いですよね。その代わり小5で生活習慣病の検査やってんよ。小5でそんなことやってね。そんなガソリンやな。そんなことできんですか。そんなんで検査で引っかかる人とかいるんですかね、小5で。せいぜいどう。これでこいつのあれで岩をどかすってことで、そんなのでも引っかかるんですかね。4年だったか。いい、別に対して違いはないでしょうからね、小学生でそんな生活習慣病なんて。うちの子引っかかったよ。何で？極楽アイテムいっぱい持てるよ。どんぐらい持てんですかね。まあ、とりあえずちょっと、どこ行こうか。梅毒だろ。梅毒？生活習慣病で梅毒とかなるんですか。武器屋で。肥満度がちょっと。肥満度、ああ、そういう意味のあれか。まあ、そらしょうがないでしょ。てか、終わっちゃってるわ、青空一。なんだ。今は痩せたから大丈夫。ああ、そう、まあ、肥満ちょっとぐらいだったね。大して。あれですからね。いいか。終わってて草。何が。帝王は、説得力。いいじゃないですか。女の子だからかわいそうだった。って過去の枠に無駄な子がいるのがビビるわ。帝王が言っても説得力。知りませんよ。終わってる。これであいつが仲間になったから、あそこの石がどかせるってことでしょ、どうせ。ちょっと先に武器だけ見ていきたい。装備どっか売ってる。帝王は肥満度 X。さすがですね。何も多分装備してないでしょ。さすがに力はあります。一応母親してるので。ああ、そうですか。
ザコモチのリスナーがいることに驚き。そうですね。まあ別におかしいってことはないでしょうけど。どれか。女性がいたのか。大きな魚だる。これどう、どうありってこと。わしもメスなのに。そう、本当に。そうわよ。捨て物石。何これ。嘘やろ。武器？上級国民おるか？そうわよ。わいもうのごでごわすよ。そう。いるわよ。お嬢様しかいないと思ってたわよ。わこせよ。なことないでしょ。上級国民です、はい、こんにちは。バーバーさんいらっしゃいませ、こんにちは。はい。体が大きすぎて普通の装備で装備できんのうよ。だから、日用品がアイテム代わりになるってことでしょうけど。一気にさっきの母親が怪しくなってきた。なそんなことはないでしょう、そういうのはね、だからね。昨日なんて高島山で制服採寸しに行ったわよ。はい。高島屋でそんな、大変ですね。お茶の水女子大の生徒みんなこの放送知ってるわよ。そうですか、絶対知らないでしょ。3時間待ったわよ。3時間何さ、大変ですね、でも。それだと後でね、再生し直してね、家まで届けてもらうとかできなかったんですかね。これは暇だから配信したわよ。ビッグサイズのお店の極楽のために買いに行きましょうよ。いいです。帝王も制服は高島屋だった。なわけないでしょ。学習院のお嬢様にも有名わよ。なことないでしょ。なんじゃこりゃ、笑わせてくれるじゃねえか。目の一族は本気か。こんな小石で道を塞いだつもりになってんのか。下がったな、その制服帝王に狙われるから注意してわよ。どら。なんじゃこやって、これはでっかいうんちですわよ。岩でしょ。割れたのにこっちじゃ吹っ飛ぶ。あ、全部やってたの。セーラー服着るのめんどくさそうだったわよ。どら。うん、転がし。どりゃ、さすが帝王、ふん転がしの傑作を。何言ってんですか。どりゃ、あれ、帝王が仲間に。僕、はい、安倍茂さんいらっしゃいます、こんにちはですが、あれ、待てた。わしの足を止めたいなら、富士山でも持ってこんか。ね、すごいですね、さすが。でもこの後あの5人衆とも戦うんでしょうね。伊達に取ってなかった。ドヤーって言ってよ、活躍したいらしい。何じゃないですか。ここは、俺たち天狗の頭カーラスって妙な名の、命知らずの大バカ野郎だよ。八冠逃げ出す時に、寄せばいいのにしんがりなんかにいるから、100枚の数の夫を相手にしてよ。その時から姿を見たもないね。大バカ野郎のカラス様が得意だった。加点で引き引き。断じるね。試験？加点？極楽丸は使えないってこと？こいつは、極楽丸は、極楽大龍は全然術使えないんですね。これ何でしょう。敵一匹に火炎攻撃大龍。適当に、なんかあれかね。いらないの。この辺もいらんか。これで一応よりも全部取ったから。まあ、こっから進みましょうか。でも、そうそう、ふわふわ。大丈夫かな、まだ。ここもさっき、だし。そこまで育てはしないだろうけど、将来的には極楽も巻物使えるようになる。そうなんですか、ね、でも結構ね、もう、差が合ってるから。
とクリアって大体何段ぐらいですかね。 50?60 までいくとかね。まだまだストーリー全然だと思うんですよ。すごいですね、やっぱりね、ヒットポイントっていうか。ところでよ、マンジマル。何？あんたそんな強さで根の連中とやり合ってきたのか。そんな強さってこと。よーく今まで生きてこれたもんだ。本編まだ？どこで相談だ。今日はちょっと時間がね、だから。わしの強さを見せる時間があったらやるかもしれない。わしの家来になるかどうか決めるってのは。どういうこと？どうだ。本人にバカにされるマンジマル、ね、何が本人ですか。まあ入って合わせとく。なんかエンジン版よりマップ小さく見える。いい心掛けだ。 2D か 3D か始まるんでしょうかね。時間どうでしょうね。霧のいいところだったね。10分だからね。まああと20分だし、ね、富山町町、何これ。御田ヶ原洞窟を抜けて南に下ったところに美女平村という小さな村があるんだ。その名の通り美人が多い村なのじゃ。あの村だけは何としても生き残ってほしい。本当にちょっと南に行けばそれがあると、宿はまだいいや。恥ずかでしょ。なぜいつもマウント取りたがるやつしかいないの。知らないです。わかんない。なんかいらないものありしますかね。ノアキュラ何でしたっけ。帝王もこんな感じか。もうこれいらんか。花嵐、宝箱の団地いるかな。美女と聞いてて金を追っ立てるな帝王。何がですか。術封印、天神、防御力、火炎攻撃台、若草、羽衣、素早さ、地球なのに、水面くん、これなんでしょう。誰かいる。ねえ、越前越中越後の三国にはな、薬の材料になる花がたんたってな、薬に関しては地と有名なんの。昔は京や近江あたりからも、今頃の季節になると薬屋がこぞって花摘みに来とったもんじゃ。あんたも旅先で花見が来たら何かの足しになるかもしれんし、場所くれ覚えとくとええかもね。それがさっきのなんか闇ボタンだからのあれとつながるんですかね。薬の材料に使うって。ね、古代の人はね、蜃気楼っていうのは大きなハマグリが吐き出す蒸気だと思っていたのかな。ハマグリも名前の通り蜃気楼を作り出すのが得意じゃないのかしら。だってあんなにたくさんの城が一夜にしてできるなんて蜃気楼でもなきゃありえないわ。なんか変える。東の部屋に根の一族のゲーム城が立ち上がったんだよ。ゲーム城って言ってもいい、この城じゃねえぜ。地平線の彼方までダーッと並んでんだよ。ここでそこら辺の村はみんな潰されちまって、エッチにはもう肛門を入れて3つの村しかないんだ。南東の御田ヶ原洞窟が、唯一ゲーム城のある部屋に通じておる道じゃ。だがあそこ抜けると城が並ぶ部屋の真っ只中に出てしまう。賢者から行くのはやめなされ。どうせ行かなきゃいけないでしょう。メラミクライ。そうそう、冬だ。この地方の寒さ厳しいね。早く冬支度をしないとね。うんね、コロナウイルスの感染者がね、どんどんあれしてるのかもしれませんね。息子のお嫁さんはね、美女平村の、美穂さんというお嬢様なの。美人通りの美女平村でも、三国一の器量よしって評判の娘さんなのよ。
私たちも懐いてくれて、そんな娘さんが息子の嫁になるなんて幸せですわ。ですね、嫁さんどこ？ねの一族は不安な毎日ですが、だからこそ私たちは早く収入を上げようと決めたのです。夫婦の契りを結んでおけば、たとえ姉でも、美穂と私は一緒です。その美穂ちゃんどこ？わし幸せでいっぱいなんです。もうすぐ息子は収入を上げるんですよ。小さい頃から手塩にかけて育ててきた息子も4年をもらうほど一人前に、親にとってこれほど嬉しいことはありません。こっちも見た宿、道具屋。いらっしゃいませ。何か道具が。漬物石、100、買う一回、杖。これ何どうせつつもたせやろ。どうでしょう。ちょうどあんたくらいの年の息子が私にもいたんだけどね、ねの一族にやられちまってね、やられちゃったの。火の石がいくら強くても命は大事になさいね。何かの時には私が手当てするか来なさいよ。多分あれ復活のポイントなんでしょうけど、なんでかね、場所がいいから。古代の人はね、蜃気楼って何これさって聞いたもんね。こっちも武器屋あるけど。さっき買った、あんまり。ピーポーピーポー。プラスインじゃあんまりいらんよなぁ。守備の方に。誰かいる？この人、三田ヶ原洞、三田ヶ原洞窟の出口に倒れてたんです。きっとゲーム上の現れた平原から、命からがら逃げてきたんでしょう。三田ヶ原実体のある幻存在のだが、中に入ろうすると道が断ち切れ、まあ、ここはどこだ。道が新機能なんかね、手段があるんでしょう。こっちはそうそう、これさっき聞いた宿はまだいいけど、お城もん大丈夫。南門を抜ければ越中だよ。だけど根の一族から町を守るために殿様門を閉じちゃったの。また殿様、今日の夕飯の予想をお願いします。恵方巻きです。今日は間違いないでしょう。おお、その髪、その、服、その顔つき、まさしく火の一族の皆様であられますな。殿がお待ちです。さあさあ中へ、どうしよう。まあ、いっか。今日はここでお話聞いてから終わりましょうか。いいでしょう。我ら富山の兵も、果敢に根の一族と戦いましたが、矢はつき、刀は俺もはや戦う気力すらありません。だって親が作れていたもん。この上火の一族の皆様を置いて国を救うものはございませんので、どうかお頼み申します。うちなんて鮭やぞ。ちゃん、うちなんて鮭、いいじゃないですか、鮭だって。我が友と金沢の殿は実の兄弟なのでござる。ていちゃん、今日は珍しく米の伸びが悪いね。こんなもんじゃない。488個目探します。こんにちは。だが我が殿、金沢の殿とは違い、民を重んじ国安らかなるものと、ここで優しきお人にござり、一気で十分じゃないですか。殿に仕えることができて拙者も幸せでござりよ。なんかすごい人格者ってね、褒められてますが、さっきからこの殿様はって。うちは焼きサバと味噌汁と恵方巻き。ねえ、まあねえ、それだけでも十分でしょ。百名なんで。火の一族の皆様ですね。よくいらしてくださいました。私が富山の友でございます。顔はそっくりですね。また、ご存知の通り、越中は玄武城に踏みにじられ、民は根の一族の横暴に苦しんでおります。玄武城はおぼろ影のごとき、
白消えては現れ、現れては消える、うん、さっきのだ兄弟みたいですね。まあ城からも調査のものを使わしておりますが、用としてその正体は知れません。火の一族の力を、借りるほかないと思い皆様をお待ちしておりました。この国の民のためどうかそのお力をお隠しくださいませ。はい、おお、これできっとこの国は救われます。東にある、2つの洞窟を抜けると三条という村があり、そこに、龍次郎で伝次郎か伝次郎というからくり職人がいます。伝次郎ならば、ゲーム上への道を示す道具を作れると思うのです。まだ三条に行かれたらどうですか。うん、それだけ、うん、じゃあ行きます言われるまでもなく、まあ今日はここまでですかね、時間だし。うん、五分辰次郎で草、うん、はいい似てるでしょ。じこのね、勘違いしたでしょ。伝次郎先生かなですかね。空気砲でなんとかするんですかね。都内エッチの国を案じるあまり、ここに行く間もお休みになっておられないのだからな。その割には結構ね、なんかあんまり。エッチの国？エッチの国、そんな国があるな。行ってみたいですね。ね、なんか美女平の村とか、フォローや、誰も入ってないじゃん。ね、そのうち誰か入ったりとかするんですかね。これもこっち。牢屋に行っても小さなメダルはないで。そう。ねえ、このゲームはメダルとかそういうのないでしょ。でこっちはさっきのあれ。じゃあちょっとここで切りがいいでしょうから、ここでセーブして終わりましょうか。宿はどこだっけ。あれ、これ宿、もうそんな時間か、ね、小さな小判、ここはカブチさんというかっこいい火の一族の方がお泊まりになった宿なの。かっこけ、カブチさんだ、君のためにゲーム場を倒すなんて言うから、私食事や着物を無料でお世話してあげたんだ。騙されたな。うん、お金なんでいいの。カブチさんが無事で帰って私と夫婦の夫婦のちりを結んでくれたら。ああ、騙されたんだ。しょうがない、その分、宿賃で。ちょっと。おまんにお賃を。はい。お手半ありがとうございますですが、もう終わりますよ。はい、セーブしました。おつです。ねはい、ということで、2時間22分ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。